荒々しい亀裂がむき出しになった岩断層。阿久井川の支流、水船谷川に沿った170坪ほどの敷地で発見されました。この大岩は地震の圧力によって割れたもの。亀裂を境に30センチ以上の横ずれが発生しています。発見したのは土地の持ち主である久保義則さん。長年仕事で土質・地質調査をしていた経験を生かし、ふるさとの活断層と文化のつながりを研究しています。5年前地面から突き出た岩の先を見つけた久保さんは、スコップとツルハシを使って一人で掘り出し遊歩道を整備、船戸岩断層と名付けました。船戸という言葉には災いを来るなという意味があります。神山にはですね、昔からお船戸さんという家庭の守り神がありましてですね、それは防備要塞の神さんですけど、そのお船戸さんという名前と地震に関係ある岩断層をひっつけたのがこの名称の起源です。また断層付近からは製鉄時に出る鉄のくず、鉄砕も多く出土。これは大きな寺やたたら場がある集落で人々が生活していたことを示しています。神山にはですね、こういうお船戸さんという立派な神様がおって、地震もあったりして、それをですね肌に感じて、そういう中で生きてきたという文化の高い人が住んどったということを誇りにして、またそれを宣伝していきたいと思っております。多くの人にこの歴史を知ってもらいたいと整備が続けられている船戸岩断層。興味のある方は訪れてみてはいかがでしょうか。